メヌア時代のウラルトの藩と、紫色はアッシリア帝国の藩と、メヌアはウラルトの王。ウラルト王国をアッシリア帝国にごするオリエントの大国に成長させた。ウラルト王イシュプイニの次男、すでに父の在位中に10年間共同統治者となっていた。宿敵アッシリアとの戦いを控える一方、メヌアは父の業績を引き継いで、 万内人に対する遠征を続け、西方では小国に分裂していた後期筆体と諸国を攻め、南方ではウルミア湖畔までを征服し、北方はアラス川に達し、メシタに宮殿を建設した。これらの辞席は、タシテペ被文や後世にバンでアルメニア政教の教会建築に転用された石碑に記されている。遠征の結果、ウラルト王国の領域は、 アラス川とユーフラテス川上流域の間に広がった。アッシリアとは、対照的に、ウラルトは、鉄鉱山や領場に恵まれていたことが、この拡張の背景にあると考えられている。特に、ユーフラテス川上流域を抑えることで、アッシリアとその鉄や馬の主要供給源である、アナトリア高原との連絡路を立つことは、対アッシリア戦略の上で重要であった。 メヌアが建設した運河の図。石壁にメヌアによる碑文が掘られている。こうした征服活動の一方、メヌアは建築王でもあった。メヌアはアララト山の近くに新都市メヌアヒニリを建設したが、首都はトゥシパのままだった。またメヌアは高原地帯での農地を拡大するため用水路やダムといった灌え施設の建設を盛んに行ったが、そのいくつかは、 今日も使用されている。塩湖であるバンコに面する首都トゥシュパに新鮮な水を供給するため7 0トルに及ぶ水道を建設し、ホシャブ川の谷を渡すために高さ1 5ルになる水道橋も建設している。中世アルメニアの歴史家が伝えるバビロニアの女王セミラミスの辞席はこのメノアの辞席が元になっているという説もあり、実際に ンではウラルトが残した水路はセミラミスの水路と呼ばれていた。メヌアの死後は息子のアルギシュティッ世が王位を継ぎ、ウラルト王国の拡大政策を続けることになる。アジア歴史辞典第1巻のウラルト王国項目にはメヌア種と表記されている。戦いが記録に残っていないというのみで敵対関係は続いていたと思われる。この平和状態は アッシリア側で、シャム氏アダド五世の未亡人、シャンムラマトが摂政を務めていたことも関係すると思われる。渦漏れた古代王国の謎幻の国ウラルトを探る、ISBN9 兆7840億1601。ありがとうございます。